tanto ni he visto, ¿no? Aquí está, cochuli, cochuli, listo, cochuli, eso, chan cochuli. ひっくり返りました。もうちょっと前まではひっくり返ると大騒ぎしてたんですけど、だいぶ自分で頑張って起き上がれるようになって、あんまりピーピー言わなくなりましたね。あっという間に大きくなって、お目目も開いて、ご飯食べるようになって、すぐ飛んで走るようになるんで、そうするとちょっとまたね動き回るようになると、なかなか言うことは聞いてくれないんで。ビデオで追っかけるのも大変になります。寝ちゃいました。こんにちは。ようこそです。月曜日に生まれた子猫になります。今日も暑いですね。ふーちゃんおいで。ふーちゃんおいで。お母さん戻ってきました。ふーちゃんおいで。うん。うちは行かないの。行かないの。今カメラのこっち側にいて。ご挨拶してます。ななちゃんも、ななちゃんもこっちいで、こっちいで、うん、これはお姉ちゃんですね。ななちゃん見えませんよ、見えませんよ。こっちで。
母さんが落ち着かないので、私もここに一緒に横になりました。よいしょ。ねねし。何じゃまこちゃい。こっち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 、私もはい、私もこっち、暑いですね、暑いですね。お母さんの足の骨に入っちゃって、ここにこっちで猫がカメラの前を横切ると、見えませんよ、見えませんよ、見えませんよ。上に上がっちゃいました。ナナちゃんです、ナナちゃんです。この子は11月に生まれた女の子になります。ナナちゃんです。今お母さんゴロゴロ言ってるんだけど、ゴロゴロ言って、さらにこっち側で私も横になってるのでね、みんな一緒に横になりたい感じです。暑いですね、暑いですね。この今上に乗ってるナナちゃんも、こっちのお母さんのスーちゃんって言うんだけど、どっちの子も小さい時からへそ天でゴロ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 するのが好きな子でした。今私のお腹が鳴ってます。降りてきたね、降りてきた。
ネージャーもそこにいるね。あのね、なめるの激しい系のお母さんです。なめるの激しい系のお母さんです。こんにちは。ここにはもう自分で出てしゃべってますね。はい。こんにちは。こっちの方に子猫がおります。今こっち側では、子猫のお母さんと、もうちょっとお姉さんですね、11月に生まれた子が、ここのとこいて、一緒に寝ちゃろうかと思って横になっているところです。噛んじゃダメ、噛んじゃダメ。くびしました。おしっこさせてますね、お母さんがね。
こんにちは。どこ行くん？スーちゃん。どこ行くん？お母さん出て行っちゃいました。月曜日にね、生まれた子猫たちになります。なかなかお家で飼ってる猫ちゃんが子供を産まない限りね、このちっちゃい子を見ることは少ないかなと思うんですけれど。もうね、生まれた時よりもほぼ倍の大きさになってます。こっち側にもう一頭女の子がいてですね、なんか毛づくろいしてる音が聞こえてます。お目目はね、まだ開いてないんだけど、なんかそろそろ開きそうな感じで、ちょっとこうね、膨らんできましたよ。にりあげさん、ありがとうございます。
かわいいですよね。なめやっこしてます。奈々ちゃんもこっち来たら、奈々ちゃん。奈々ちゃんもこっち来たら。アスカ、キララさん、ありがとうございます。ようこそです。かわいいでしょうね。人間の赤ちゃんと一緒で、やっぱこう柔らかくて、いい匂いがする感じです。ピカピカで羨ましいです。ちゃんも来たね。ぽちゃんも来た。これはウーバーですね。おしっこさせてます。もうちょっと前まではひっくり返ると自分で起きれなくて大騒ぎしてましたけど、だいぶ上手に起きれるようになって。ちょっと見えにくくなりました。なんか今お世話をしてくれてるこの子なんですけど、ぽーちゃん。ぽーちゃんのお腹にも赤ちゃんがいたはずなんですけど、一向に出てこないし、なんかお腹がちっちゃくなったみたいで、同じぐらいの予定日で、本当は火曜日に生まれる予定だったんだけど、なんか気配がなくて、猫もね、想像妊娠したりするから、
そんなんだったのかなとか思ってみたり、でも確かにお腹も大きくて体重も増えてたのに、お腹もちょっとちっちゃくなって体重も減ったりしてて、どうしたんだろうって心配してるんですが、産む気配もなく。でもおっぱいは出るから、もう自分の子供のようにね、本当のお母さんと一緒に子育てしてます。上手だね、ぽーちゃん。ね、上手だね。皆さんは、猫ちゃんは飼っておられる方でしょうか？どうなんだろう。